ベーデン・パウエルさんはアメリカ合衆国カリフォルニア州のサンガブリエル山脈にある山。標高9399フィートでサンガブリエル山脈で4番目に高いピークである。ボーイスカウト運動の創始者であるロバート、ベーデン・パウエル教にちなんで命名され、1931年にアメリカ地質調査所によって公式に命名登録がなされた。 最初にこう呼ばれたのは1923年にシーカイソオンダオスによって名付けられたイーストツインまたはノースバルディであった最高点はハイキング愛好家の間で長く親しまれているリトルジムトレールキャンプもしくはビンセントギャップトレール近くのイスリップさんの稜線上にあるベーデンパウエルさんはまた全長53マイルの歴史的なボーイスカウトのハイキングコースである シルバーモカシントレールに含まれ、約1マイル離れたバーナム山、スループピーク、ホーキンズ山へと続いている。ビンセント・ギャップハイキングコースには、リンバー松、ポンデローサ松、ロッジポール松、ヒマラヤ杉などからなる植林された森が広がっている。1957年、ボーイースカウトアメリカ連盟の南カリフォルニア評議会がベーデン・パウエル卿に捧げられた額と、 公的な指標を設置した AB マウントバーデンパウェル NGS データシート US National j o b a クサ t i c Survey 2008年12月3日閲覧ありがとうございます。